平成29年8月5日、阿蘇市黒川の阿蘇医療センターで、市民公開講座と健康フェスタが開かれました。まず、阿蘇医療センター講堂で、認知症、がん、感染症についての公開講座が開かれました。講座では、感染管理認定看護師の柿本淳子看護師が、感染管理認定看護師の役割について、日常生活の中で感染症にならないためには、細菌は目に見えないので、除菌、殺菌はこまめにしなければならないなどと話しました。このほか、がん化学療法看護認定看護師の佐藤美和看護師が、がん化学療法看護認定看護師の役割とは、認知症看護認定看護師の古澤明日香看護師が、認知症看護認定看護師の役割とはと題して、3人の認定看護師が、それぞれ病院の内外でできることについて話しました。この市民公開講座と健康フェスタは、阿蘇医療センターを一般市民に知ってもらおうと、昨年度から阿蘇医療センター開設記念として行っているもので、今回で2回目です。また、医療センターエントランスでは、医療センターの専門職や技術スタッフによる健康増進を目的とした相談窓口、体験コーナーも開設され、およそ100人の市民が訪れていました。